アンドレス・ユン・モトーレス・フェルシアーノは、プエルトリコ出身のプロ野球選手、ウトリョーダ。1978年に、ニュージャージー州パターソンで生まれる。1歳の時に、家族で、プエルトリコのアグアダへ移住した。早くから野球を始めていたが、本気で、プロ野球選手を目指すようになったのは18歳頃だと、いう。高校卒業後は、マイアミデードコミュニティカレッジに進学。 在学中は陸上の短距離走でも活躍し、100メートル走の自己ベストは10秒37だった。1997年にフロリダ・マーリンズから23巡目でドラフト指名されるが、契約には至らなかった。1998年の MLB ドラフトでデトロイト・タイガースに4巡目で指名され、入団した。2002年4月7日のクリーブランド・インディアンス戦で、 メジャーデビューを果たした。この年に ADHD の診断を受け、投薬による治療を開始した。現在は ADHD のスポークスパーソンとしても活動している。2004年の4月22日にタイガースを戦力外となった。2004年4月26日にシカゴホワイトソックスに移籍した。3A のシャーロットナイズでプレーした。オフの10月15日に FA となった。 2004年11月16日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2005年はメジャーでは8試合に出場しただけで6月12日にレンジャーズから解雇された。シーズン終了まで浪人生活を送った。2005年12月25日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2006年はツインズでプレーした。オフの10月15日に FA となった。2007年3月2日にデトロイトタイガースと契約を結んだ。2A と 3A でプレーした。オフの10月29日に FA となった。2007年11月20日にシカゴカブスと契約を結んだ。2008年は 3A のアイオアカブスでプレーした。百十八試合に出場し、打率三百六十一本塁打の好成績を収めた。 オフの11月3日に FA となった。2009年1月9日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。4シーズンぶりのメジャー昇格を果たし、嘆きも好調だった。2010年は小中堅守だったアーロンド・ワンドの故障により32歳にして初めてレギュラーの座を掴んだ。外野守備では DRS プラス17。 ザープラス22.0を記録した。9月に急性虫垂炎を発症して2週間離脱したが、プレーオフには間に合い、ワールドシリーズ第3戦では、コルビー・ルイスから本塁打を放った。2011年は打率、221と定調だった。2011年12月7日に、ラモン・ラミレスとともに、アンヘル・パガントのトレードでニューヨーク・メッツに移籍した。 2012年は4月5日の開幕戦でふくらはぎを痛めて早々と故障者リストするなどで出しからつまずき、前年と同様に低調な成績に終わった。シーズン終了後の11月30日にノンテンダー FA となった。2012年12月13日に1年200万ドルの契約でサンフランシスコジャイアンツに復帰した。2013年11月2日に、 FA となった。ありがとうございます。